はい、皆さんこんにちは。アメリカ僕です。今日はですね、日本テニス界をのこの1年総括してみたいと思います。まずは何はともあれ大坂なおみ選手ですね、全米オープン優勝しました。で、あとはもう一つもう一勝しましたね。今年は2勝ですか、世界ランクももうトップ10に入ってきましたね、なんでね、まあどれだけまあ今年どんだけまあ成長したんだよおいって感じなんですけどもね。まあ錦織選手のことも言いますけども、大坂なおみ選手は実は私は今年じゃなくて来年がピークのその初期段階に入るんじゃないかなと思います。来年できればまた、グランドスラムどっかで一勝してもらいたいんですね。それだけの実力があります。そうすると来年世界ランク1位になっても全然おかしくないです。まあずっと前から言ってますけどね、彼女は世界ランク1位になってもおかしくない素質はあります。で、一方、錦織圭選手、確か去年まあ怪我で、途中出れなくて、で今年のもう初っ端から下部組織からこう這い上がってきて、それで確か9位ですか今、でまあ 全米オープンベスト4、それでまあ年末のファイナル、まあ宿敵フェデラー破りましたよね。なんで今年は非常になんていうか実のある年っていうよりも、大坂なおみさんと同じように、なんて言うんでしょうね、今年は種をまいて少し若葉がこう茂ってきたなっていう感じの年です。来年なんていうかそのピークの入り口に入ると思います。だから来年あたりは、錦織選手は、まあ、グランドスラム優勝してもおかしくないです ね、まあ、大坂なおみ選手そして錦織圭選手は実は来年の方が私活躍できると思ってます、今年以上に。なんでね、この2人自信を持って、やっていってください。でまずまあ、来年の1月ですか、前後オープンがありますからね、そこでまた注目してみたいと思います。あと、西岡選手、あとダニエル太郎選手も今年は1勝しましたね、優勝しました。なんで流れはいいと思うんですよ。特に西岡選手は、怪我から、まあ、病み上がり的なところからか、まあ、ここまで来たんで、まあ来年あたり、これまた、錦織選手は大坂なおみ選手と同じように来年そのピークの入り口に入るんじゃないかなと思います。でちょっと心配なのは奈良栗美選手もそうなんですけども、杉田選手ですね、杉田雄一選手、去年は今年はちょっと不甲斐ないシーズンを送ったとは思います。でもまだまだ枯れるにはまだ早いです、これはまだまあ悩みをね、悩みあるんだったら、まあ、気分転換するなり、あるいはもう徹底的にテニス続けて、もう体がもうガチガチに動かなくなるぐらい動きまくるとか、そういう風な感じで、なんとか、来年ステップアップしていってもらいたいです。というように今年は非常に日本テニス界は明るい材料が多かったですね、今年は。ただ私は来年もっと明るくなると思います。来年はまた大坂なおみ選手、あるいは錦織圭選手、グランドスラム、どっかで優勝すれば、もうウィンブルドン2人でダブル優勝なんて、もう、日本テニス界、日本のテニスファン、もう悲願ですけど、まあそこまでうまくいかないでしょう。なんでね、どこでもいいんで、まあ、優勝、あるいはもうコンスタントにベスト8行くとか、そんな感じで。とりあえずまあ、実力をもう遺憾なく発揮していってもらいたいです。まあ、それに対するプレッシャーもあるかもしれませんけども、もうそんなの跳ねのけない。頑張っていってもらいたいと思います。来年は今年でも非常に明るいと私は思っています。頑張ってください。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアーナ。